現代のね、ちょっと最適解を出された感じがしますね。このエロリアンテイストのね、お台場も見えてるんですよ。本日のお部屋、26階までこちらの建物あるんですが、その1階下の25階のね、0号室ということでございまして、さあ行きますよ。本日のお部屋は、こちらのねお部屋となっておりまして、チャプター2という名前のお部屋になるんですが、43平米から44平米ということでございまして、チャプター1が40平米ということで、チャプター2が43から44平米、チャプター3がスイートルームになっておりまして、95平米、そしてチャプター4はなんと180平米ということでございまして、ちなみにこちらはチャプター4ではなく、サロンになってるんですね。エグゼクティブサロンということでございまして、アンバサダーエリートの、ね、人だけが今現在は使える、ラウンジということでね、クラブラウンジということになってるんですね。まあでもこの上に、チャプター4があるんで、多分広さこれぐらいで一緒なんじゃないかな。180平米なんでね、めちゃくちゃ広いですよ。じゃあルームツアー行ってみよう。ということで、まずはこのね、この大理石張りのこの床が奥まで続くわけですよ。そしてまずお出迎えしてくれるのが、おい、鬼太郎、鬼太郎どうしたんだ、誰にやられたんだ。僕は鬼太郎じゃないよーとかってこういう感じでね、東京不変物と書いてるのかな、これなんて書いてんだあ、東京波って書いてるのかこういう感じでね、フラッシュを焚くとね、こう綺麗に映るっていうことなんですよ。え、これ鬼太郎小泉、やっぱ鬼太郎じゃねえかって、あ、じゃあ健太郎か。ベアブリックということで、ね、これね高いんですよ。1匹4万5000円ぐらいするんですよ。そしていきますよ。まずはこの右手にね、トイレがございまして、まあ十分なね、ゆったりとした空間のトイレがあり、全然自動ではあかんないスタイルが、さすがメズム東京 JR なだけはありますね、オーナーさんが。そしてこのちょっと生春巻きテイストなタオルの巻き方がおしゃれなんじゃないでしょうか。あちらにもね、ちょっと生春巻きテイストでありながらも、ちょっと粉気じじいで攻めてくる感じのねところがいいわけですよ。この粉気じじいがね、こう石化した時のような、このずっしりとした趣があるね、床がいいですよ。壁ももちろん大理石ということで、そしてこちらのバスローブが、これまた特徴あるんですよ。これいいですよ。このね、ちょっとこのストレッチの効いたねバスローブで、そしてしっかりと鬼太郎テイストは入れていくというところがね、ちょっと一旦木綿でありながらも、しっかりとこう砂掛けババアのテイストは出していくというところが、メズムの流儀ということなんでしょうかね。で、シンクはこういうね、シンク一つねの構造となっておりまして、そしてこの粉気じじいテイストのタオルがお出迎えということで、鏡はこういう感じでね、大きい鏡が配しているわけですよ。そしてこのブレンドというね、ザ・ブレンドというねアメニティが置かれているんですが、これがすごくいい匂いで、石器製のクレンジング、洗顔料、化粧水、乳液なのかなんかがねセットになってて、こちらのコットンをね使って、惜しむことなくコット
とも置いていくというところがね、さすがと言わざるを得ない。そしてこのね、これがいいんですよ。このメズムのね、このちょっとブックになったような感じのね、中にこの歯ブラシとかね、あとこういう櫛とかね、が置いてるわけですよ。これ全部そうですよ。この辺とか綿棒が入ってたりとかして、これね、中身はもらって帰ってもいいんですけど、このね、外のケースは持って帰ったらダメですよ。6000円取られたんじゃないか。そしてこれ自体もね、1万円で売ってるんでね、1万円ですよ。なかなかのお値段ということで。そしてドライヤーはサロニアのね、ドライヤーということで。そしてこのね、ちょっとパブリック調でありながらも、パブリックビューイングで、ちょっと応援したくなるようなね、ちょっとこのコロナ禍ではやっぱりこうリアルでは見ず、パブリックビューイングで応援していこうという感じの椅子がね、いや非常にいいんじゃないでしょうかね。現代のね、ちょっと最適解を出された感じがしますね。そしてこのエロリアンテイストのね、ビューのバスがこれいいんですよ。向こうで彼氏がね、ちょっとこう寝てるふりをしながらね、ギンギンに横目でね、彼女が風呂に入ってるところを見ていくっていうところがいいじゃないでしょうかね。据え置きタイプのバーでワッシュコンディショナーシャローということで、これがまたいい匂い。そしてハンドシャワーとレインシャワーがありまして、ちょっとこの柄が入ってるね、エヴァンゲリオンのエマージェンシー的な感じのね、この柄の浴槽にあのバスソルトを入れて入っていくと、ドゥン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 、言ってんなー言ってこれね、実はね、ちゃんと閉まるんですよ。こうね、ここのねボタンがあって、こういう感じで閉まるんですよ、ね、だけどこのボタンはやっぱりこうちょっと男性的にはいらないから、これをちょっとね、ここにこう置いて、こういう感じでこうちょっとボタンを隠していくのはいかがでしょうかね。そしてもうこう全開にしとくという感じで、こうやっぱちょっとエロリアンテイストはやっぱりこう免れない感じでね、やっぱこう宿泊していくっていうところがいいと思うんですよ。そしてここはクローゼットになっておりまして、めちゃめちゃ私物がすでに置かれておりますが、こういう感じね。そしてこのね、ゲゲゲの鬼太郎を彷彿とさせるようなね、こういうねちょっと簡単な感じなんですけど、これを着てね、砂掛けババアバスローブを着ていくと、もうまさに鬼太郎ワールド。カランコロン、カランカランコロン、カランコロン、カランカランコロンっていうことで、ゲゲゲの鬼太郎いうことで、ゲゲあげげげのげあちょびひげしもひげげげげ楽しいな言うて、楽しいな言うて、今日の話は楽しいな言うてで、ベッドはねこういう感じでね、180センチのワイドがあるキングサイズのベッドということで、すごいですよ。このね、ちょっとこの魚の鱗のような魚の出汁がこうにじみ出たね、やつをグイッとこう釣り上げていくような感じにも見える佇まいのこの出汁の効いたベッドが最高で、テレビは60型か65型はあるんじゃないのか、すごくいいですよ。そして、こちらの中にはこういうね、サルタヒココーヒーとコーヒーをねこう入れる、このこすやつですかね、マフじゃないですよ。そしてこのペコちゃんの不二家のキャンディーがありまして、こういう感じでスプーンとかね、こういうのがあるわけですよ。そして下に行くとミニバーはね、ここは結構簡素な感じで、ちょっと一本ずつ飲んでますが、オレンジジュースと、ミネラルウォーターとね、あとここのビール、このね3種類しか置いてないんですよ。だから飲み物は
まあご自身でね確保してくるかインルームで頼まれるかっていうね。でこういう感じでお茶を立てて、この透明なやつにねお茶を、綺麗、これ柄がキラキラしてる、透明ですよ。近くで見たらこれなんかシルバーにも見えるような気がしなくも、うん、しないか、手つけとるわであれでね立てていくんですよ。そしてアイスペールがございまして、なんもないんかいいうことで、でこあのねサルタヒココーヒーなんかをこういうね、こう入れていくわけですよ。これもすごい高級感があって、そしてメズモの、マグカップがねありまして、そしてこのねちょっとグローブトロッター調にも見えるねこういうなんかトラベル、バッグがね、スーツケースが置かれてるのがなんともおしゃれなんですよ。あの椅子もおしゃれでしょ、真ん中が革張りになっておりまして、そしてソファーがこういう感じでね、2人掛けのソファーがありまして、ウェルカムスイーツがこういう感じで置かれてるわけですよ。チョコレートですね。そしてウェルカムレターがありまして、ウェルカムバックということでございまして、ソシャイニージェネラルマネージャーオイノマヒザシということで、ゲットメズマライズということでいいですね。それからこのこちらのね景色が、このレインボーブリッジも電気消えておりますが、レインボーブリッジで向こうはお台場も見えてるんですよ。これこれレインボーブリッジ、レインボーブリッジ封鎖できませんからね。ロイさん、レインボーブリッジ封鎖できません。青島諦めるな。でも封鎖できません、東京にオリンピックが来たーとかそんな感じなわけです。ありましてね、でお部屋のこう全貌はこういう感じという、おピアノが置いてるわけですよ。いやいいですね、あのピアノちょっと弾いてみましょうか。こういう感じで見えるかな、ピアノが。こういう感じでいいか、ございまして、副総支配人の、名前は春名桂と申しますが、桂ちゃんなのに頭はツルツルということで、桂かぶらんのかい。そしてテラスがこうあって、これ見てください、外の景色、あれスカイツリーですよ。いやーすごいですね、この景観はたまりませんよ。こういう感じになっておりまして、あれがレインボーブリッジですよ。もういさん、レインボーブリッジ閉鎖できません。長州力さん、レインボーブリッジ封鎖できません。おめえ何言ってんだお前、レインボーブリッジなんかお前ラリアットで前すじきだろとかって見てねー言うて、いうことでございまして、でねこういう感じになってるわけですよ。で電話もこういうね、古い感じのね、ちょっと昭和を思い出させるような電話にしてますが、これ全部ポッピッパッポッピーなんですよ。でここの真ん中を押すとね、スターサービスクルーにつながるということで、でげ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 
尺つかドゥ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 尺つか結構スターウォーズで尺つかうけど結構尺は使いたい早くこのルームツアー閉めたいけどどうしても尺使いたいよ。